どうも、ジャンヒカルです。エリルカ 3DS 前回の続きからやっていきたいと思います。ハートナイトですね。ハートナイト。ハートナイトさんをとりあえずね、捕まえます。あと2体ですね。スカウト。それが終わったら、まあ、スカウト率アップとかを身につけさせて、とりあえずスカウト部隊を結成して、あとはもう次配合を重ねていってね、まあまあ、ジェノ指導であったりとか、まあ、なんかサイコピサルであったりとかね。ああいうモンスターを作っていきます、どんどん。ドゥ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 、こっちのメタルナイトに行こうかな。メタル、あぶねえ、あぶねえ。スライムナイト様がおられるから、ここら辺に。よし、おお、めっちゃおるやん、スライムナイト。せいー、だいたい20分にね、1匹をゲットできるっぽいんでね。まあまあ、気長にね。まあこれ1回捕まえてしまえばね、もうあとは便利なんで。ハートナイトは2回行動もあるし、まあまあ、アイテム率アップ、経験値アップ、ゴールドアップっていう、もう完璧なんで、やっぱ持っとこうが得だと思うんですよね、単純に。とりあえずスカウト部隊をね、作りたいんでね。スカウト率アップを持つと、スカウトのやつが2倍になるらしいん で、単純に2回攻撃なんで、やばいですよね。だから、4倍ですよね、1回、1人で。まあ、相当だから、スカウト率が溜まりやすくなる。おった、来たー、ハートナイト一発目で見つけた、ラッキー。あとはステールスやな。うん。来た来た来た。いやー、熱い。やっぱこっち側いるんですね。こっち側に多いですね、やっぱり。ほい、来たー。いやー、幸先いいっすね。ちょっと Wi-Fi 行ってよかった。気分転換したらすぐおるということは。よし、敵の冬をついた。よし、入れ替えましょう。よし。よし、これでテンションを貯めますな。テンションを貯めると。テンションを貯める。バイシオン、証拠。テンションを貯めると。で、肉をあげておきましょう。燻製肉をね、いっぱいあげておきます。オッケー。タラン。よしよしよし。オッケー。いいね。まあこれでいけるでしょ、まあもう。あと燻製肉もう一回あげて、いきます、ハートナイト、ゲット。よし、ゲットゲット。二回あげたらお腹いっぱいになるんですね。まあ三匹目。次はもう霜降り肉あげて、ここ。あ、余裕ですね。うん。余裕で。オッケー、100番来た。次はでも 50% になるってことは、まあ霜降り肉あげて、確実にもう一回ゲットしたいと思います。とりあえず三匹目。ハートナイトゲットしました。よーし、ゲット。ちょっと一回帰ろうかな。これ一回帰った方がいいかもしれないですね。ちょっと帰って気分転換してから食うと、まだ出るのかもしれないです。とりあえず一旦帰りましょう。帰って、でもう一回行くと。うん、そっちの方がいいっぽいですね。一発で出たんで、さっき。で、分かったこと、やっぱね、向こう側の、いつも出る場所で出ますね。あいつは。よし、じゃあ行きましょう。氷の鍵。これで、あと一匹。いやー、開始3分かからずに。ゲットというね。あともう一匹がこれでパッと出てくれればね、もう完璧なんですけどね。完璧なんやけどな、これで。これでハートナイトが出れば、あとはもうあいつらを全員神聖配合して、スカウトアップを持たせるというね、もう作業になりますね。うん、いない。夜か。夜か。お、待て待て待て、危ない危ない。とりあえずこっち側で、狩ろうかな、こいつを。まあ危ないって感じでステルスをね、使って、って感じでしょうね。せい。ズドン。いやー、最高に熱い。1回の戦闘でゲットできるとはまさか。いやー、熱かったな。とりあえず取っとこうかな、ヨモギを。ハートナイト。ハートナイト。いないね。うん。いない。いない、いない。まあ、とりあえず奥まで行くか。よし。ちょっと今回は結構すぐ行けそうな感が出てる。まあ、言っても前もそうだったんですけどね。俺普通に攻撃しようぜ、普通に攻撃。普通に攻撃しよう。よし、オッケー。てててててん。うん、心理音もなかなかね、強くなりましたね。ハートナイトがいないかな。
どこだ？あ、じゃあこっちも見回るか。うん。まあまあまあ、出るときはすぐパッと出るんですけど、出ないときは全然出ないですから。まあ、運なんでね、結局は。結局は運なんですよね。ナイト様おらんかな。おらんな。ああ、おらん。ナイト様がおらん。うん、いないですね。まあ、とりあえず端っこのやつを倒しましょう。で、そこから全員、見回るという感じでしょうか。ほいっと。よし。いや、でもあと1体でスカウト部隊が完成するんでね。まあもう、すぐですね。言ってもすぐなんで。で、そこが完成すれば、次々とね、もう新しいモンスター、S ランクモンスター、SS ランクモンスターを作成していくと。お、くじけの心、やるな。という感じになりますね。よし。結構あと、お、げんこつだけ。テク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 。いない。いない。おらんな。いないぜ。雪原流はといらんと。まあ逃げますよね、これはもう確実にね。おらんな。なかなかいないですね。言ってもさっきですぐ出すぎたな。ちょっとパッと。お、寝とる寝とる。で、とりあえずこいつを倒して、よし。よし、あと一体。あと一体できますよ。うん。あと一匹来た。とりあえずこの時間内にゲットしたいですね、あと一匹。うん。あと一匹来い。来い。振り返った瞬間におる。あ、おらん。いない。いない、いない、いない。ここら辺におるからな、ハンナイト。結構。うん、やっぱここら辺でうろつくか、やっぱり。うん。向こうにはいそうにないですね、こっち側には。だいたいこっち側なんで、もうこっち側でうろつきます。うん。でい。んでい。ポポン。ららん。ハートナイト。よし、ハートナイト様。あ、おらん。だいたいここにおるんか。まあ、こっち側にはおらんけども、こっち倒すか。よし、こやつを買って、オッケー。スピンスライム、ズドンズドン、パパパン、ブブブブブン、テレテテテテン。おー、いないいないいないぜ。しこれも順番に買っていくと。こっちまで見た方がやっぱ良さそうなのか。うん、こっちまで見た方がやっぱなんかいそうな感じしますね、あそこ行き来するより。こっちも一応行っとこう。一応行っとこうかな、念のため。もうおらへんやろうけども、一応行っとくという。おっと、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 来たー。ステルス、ステルス来た。いやー、こっちもおったんか、やっぱり。関係ないんか。うん、関係ないみたいですね。ステルスを使って俺は行くぜ。動くなよ。よしよしよし。きっちり背後を取ると。よし、きっちり背後を取って。オッケー、4人目来たー。4人目というか、2人じゃないけど。4匹目、4体目。よし。じゃあ入れ替えて、あとは霜降りを上げてもどんどん捕まえます。よし、もう霜降り肉を使う機会もまあ減ると思うんで。いや、もったいないな、霜降り肉。いや、一応も使っとくか、これ。うん、霜降り使っとこう、一応。よし、これで捕まえなかったらどうしていいから、バイションテンション上げる。 OK、 ゴーセイン、暴走期間ドンドドドン、でででん、ドン。オッケー、次行きましょう。もう一回霜降り行こう。よし、いけ。これでいけるでしょ、まあ。スカウトアタック、せい。お、80%! やば。80%! 霜降りやば。40% 増やすんですね、霜降り。あ、霜降りやばいな。あ、もったいなかったかな。ないか。よし、来ました。これでゲットしました。よし、オッケー。これでクリア。ではでは、あとはね、
スカウトアップを新生配合で持たせようと思ってるんで、それから武器で持たせてもいいですけど、武器でね、素材集めするめんどくそうなんですよね。ちょっと見てみます。スカウトアップの武器のあれをするのがめんどくさそうな感も出てるんで、また新生配合で持たせた方が早いかなと思ってはいるんですよね。ちょっと見てみようかな。鍛える、スカウト率アップ、あった、あ、違う、これ、ね、あった、これ、スカウトアタック2倍。で、これは作るには、さえずりの蜜、麗しきのこ、サンドフルーツ。まあ、全然ないぞ。麗しきのことサンドフルーツは1個ずつあるんで、1つ揃ってるんですけど、セットは。ただ、さえずりの蜜っていうのが1個もないですね。うん。これ集めるのめんどくさそうだからやめとこう。これはちょっと集めるのがややこそうだから、とりあえず、なんか、スカウト率アップ持ってるモンスターがいると思うんで、どっかに。それをちょっと見つけて、誰かおるかな？ ん？ あ、違う、特性のところか。特性のところ見なかな。おうほうほうほう。スカウト率アップいますかね？お、なんかおった。え？あ、おった。トゲバイでスカウト率アップ。おう。お、こいつね、バウンティーハンター持っとる。地味に。お、熱い。お、ブラウニーや。ブラウニー使おう。うん、ブラウニーと、うん、掛け合わせて作ります。ブラウニーをもっと作ればいいんですね。こいつをこいつを複製すると、ブラウニーをあと3体ブラウニーブラウニーさんはあと3体ゲットします。ランクは D、 子供系とは魔獣系、ランク D ゲット。よし、これとブラウニー3体作るか捕まえるかどっちかすればゲットできますね。ブラウニーなんか見たことないんでね。お、作れる、また。お、ブラウニーいいね。ブラウニー作ろう。よし、ブラウニーの複製と、ブラウニー様。え、ハートナイト使うやん、ブラウニー。デスマエストロと、スライムナイト。キツネビとスライムナイト。お、キツネビとスライムナイトってことはあれやん。あそこにおられて作れるやん。まあ、しこれ作ろう。バウンティーハンターと、まあ、ホワイトファイター。まあ、これで何でもいいわ。とりあえず何でもよしと。まあ、できれば攻撃力アップを欲しいけど。まあ、いいか。ブラ。ブラさんをゲットと。よし。で、もう一回ブラさんゲット。あと2体。お、できるできる。あ、違う、間違えた。キライプしてみた。間違えた。お、間違えた。ブラウニー。よし、ブラウニーええな、こいつ。時々バイフィールドとスカウトアップ。こいつ自体でもスカウト部隊できるけど、2回行動の方が絶対強いから。デスマエストロとスライムナイト。よし、これでいこう。デスマエストロとスライムナイトでいこう。よし、来た。バウンティーハンター、バラエティ。まあ、これで OK。何でも OK。オッケー。スライムナイト使えるんですね、ここで。ってことはすぐできますね、こいつ。ブラウニー、オッケー、完成。あと一匹、ブラウニー様。あと一匹。できるのか、さて。検索中です。お、できた！きたー。できたー。あと一匹できたー。ハートナイト使うんか。お、あ、無理。作れへん。ハートナイトと死神。あ、グランドシャークとアクアパラソル。あ、作れん。で、キツネビとスライムナイトできたんで、ちょっと捕まえてきます。また同じとこ行くのか。まあ、キツネビとスライムナイト捕まえてきましょう、とりあえずじゃあ。よし、もうすぐね、完成します、ね。これで、あとはとりあえずまず、ハートナイトのプラスを99まで上げて、全員。で、次にブラウニーを足すと。もうそれだけで終わりですね。うん。まあ、もう単純な作業です。で、それで完成しますね。あとは攻撃力を、できるだけアップさせて、強い武器も出せれば。うん、もう完成です。完成っていう感じですね、もう。で、あ、おった。あ、キツネビが夜じゃないとおらへんけど、まあ、ええわ、行こう。よし、とりあえずスライムナイトゲットします。で、夜に帰って、キツネビゲットですね。次の。カウツ！いけるやろ、多分、まあ。いいか。いけるっぽい。あ、いけるいける。よし、ゲット。ゲット。ゲット。オーケー。あとはキツネビ。こいつはメスやから、オスのキツネビをゲットすれば OK ですね。あと。で、天候を変えてと。天候じゃなくて、昼夜を変えると。昼夜を変えて、昼夜変えてと。よし。で、これで、あ、もう、いいですから、いいですから。あ、眠った。あ、地中に潜ったの、こいつ。なるほどね。いや、でも結構簡単に揃えましたね、ハートナイト軍団。うん。
すぐ揃った。よかった。しかもブラウニーもすぐだったんで、もっと早くにこれ作っとくべきだったっぽいですね。キツネビ様。キツネビ様。おっと、キツネビ様。キツネビ様。お、来た。おーし、来た。オッケー。これあと、オスですね。スライムナイトメスやったから。あ、こやつも、オスかこいつ。メス、いらん。まあ、持っとこう一応。まあ、持っとくけど、オスか、いらん。オスがいる。よし、ゲット。てん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 。よし、次も、どっちかのオスがゲットできればいいんですね。スライムナイトかもう、キツネビどっちでもいい。うん、どっちでもいいわ。もうどれでもいい、どれでもいいから。まあ、ナイトでいいか、こいつで、こいつで行こう。で、さっき 80% やったから、ちょっと確率減っとる。お、いけた。よし、応援、いけた、いけ、余裕やな。よし、行こう。いけるやろ、まあ。応援ができりゃいけるでしょう。あ、オッケーオッケーいける。オッケーいける。よーし。オッケーオッケーいけるやろ、まあ。よーし、来た。あ、ちょっと見てない。オスか、こいつ。オス。もうメス。メスいらんねん。くそ、オスが欲しいのに。忘れとった、見る忘れとった。ちょ、キツネビ、キツネビ、キツネビどこ行った？キツネビ様。うん、キツネビ様おらへんな。あの野郎おらへんぞ。キツネビの野郎、おったあった、キツネビ。おお、なになに？マムズ動き出したか。ほっとくほっとく。よし、ゲットー。とりあえず、こいつのオスですね。うん、オス。よし、応援ナイス。ナイス応援。お、オス、来た。来たぞ。来た。ゲットー。オッケー、これでブラウニーができましたね。よし、100%。熱い。おーし、いいね。いや、ハートナイト部隊ちょっとやばそうですね。かなりスカウト率が高そう。しかもあいつ結構攻撃高いですからね。900まで上がりますからね。新生配合したら。オッケー、ゲットしました。では、キロにつきましょうかね。これでまあ、あれですね。うん。ある程度まあまあ、ハートナイト軍団がやってくれるでしょう、まあ。で、ヌスットガールズもいるんで、ヌスット切りはヌスットガールズに任せると。で、あ、でも、ハートナイト任せてもええかもな、ヌスト切り覚えさせて。あいつらアイテムアップあるんで、そうなると、まあね、そこら辺は結構使えるんで。楽々変則配合。子供の系と魔獣系で、あ、ミスた。あれは、ブラウニーランク D やから、すぐ探せるはず。検索中です。ブラウニー様。あ、ブラウニー、おっと。ブラウニー。トゥン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 、ブラウニー、ブラブラン、オーキャー、キツネビ、スラマイド。なんでもいいか。ブラウニー様と、バンティーハンターと、マヌーソガード、ホワイトファイターと、まあまあ、収録アップもどうしようかな。オッケー。ホワーン。で、あとはハートナイトを、こいつらの、合わせて作るだけですね。うん。で、次は、ハートナイト。とりあえず、ブラウニーの、あれだけ見とこう。ブラウニーは押すと、オス2体と、メスが1体と、ん？オス3体か。あれ？違うか。メスが2体か。あ、メス2体とオス2体ですね。だから、ハートナイトをメス2人、オス2人作れば OK です。まず1人目のハートナイトを、こいつを、プラスを上げると99まで。誰かおるか？誰かいらっしゃる？お、おったった。おー、魔王の召喚。使うのもったいない気がするけど。あ、こいつおる。こいつ使おう。よし。転生の杖。で、まあ、なんで目はこれ、とりあえず。よし、できました、これで。これで、お、スキル振り分けとこうかな。で、プラス99。お、いけるやん。こいつは？よし。よし、これで多分ね、また生まれるっぽいんだ、悪魔の召喚。オッケー、来たー。何取ろうかな。よし、これでは何でも OK。オッケー、来た。とりあえず、これで一人目、ハートナイト完成しました。ハーさん完成。まあ、とりあえずこれ、ハートナイト置いとくかな、これ。で、配合。あ、生まれんかった、悪魔の人が。くそ。で、もう一匹ハートナイトどこ行った？おったおった。ハートナイト様がもう一人おるから
でこいつを転生の杖装備させますと。んで、あ、一人ハートなんですよ。おるんや、もう俺も。わざとった完全に。あいつ何や、あいつ押すか。ちょっと待てよ。ん、どこ行った、あいつ。あいつどこ行ったやん。あれおらへんね。あ、おった。こいつメスやから、メスとオスがおるから一匹ずつ。メスとオスが、ちゃうわ。メスとメスがおるんか。あ、メス2体ではもうオスか。あと2人は。うん。あと2人はオスやね。オスっすね。うん。オスを作ると、とりあえず。プラス99。どこおるか。おった。おった、プラス99。で、こいつオスを作らなくても、オスと。よし。これで OK。スキル割り振り。まあいけるかも、これで。まあ、やもん。これ作るか。よし、行こう。よし、これであと1匹ハートナイト作れば、とりあえず OK かな。もう1人はハートナイトレベル上げてたんでね。うん。メス、メス、オ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 ス。よし、ブラウニーはまあ、レベル上がりやすいからいらんかな、あいつは。あいつはいらんわ。お、いたいた。いらっしゃったぞ。おー、爽快な画面。ハートナイト3匹という。どん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 。とりあえず、メス、メス、オス、メス。じゃあ、こっちオスですね。こっちオスにすれば OK。オスにすれば OK と。ハートナイトをオスにすると。転生の杖装備して。99、誰これ誰これ誰これ99、おった、99。あー、こいつ使うんか。まあ、しゃあないか。うん、仕方ない、99使おう。魔王の書使います。で、スキル割り振り。で、これ押すか。押すにすればいいと。よし、来た。スキル振っとくか、一応。よし、こいつはスキル振っとこう。よし。よし、OK。んで、いけますね。押すが生まれます、これで。で、まあまあ、なんでもいいか、とりあえず取っとくか、これ。よし。うん。なんでもいいやろ、これは。まあ、なんでもありですね、これは。これでとりあえず、ハートナイト軍団が完成しました。オッケー、揃った。お、来た、大悪魔のショゲット。よし。これ重要。これ非常に重要。見とく。よし。こいつらプラス上げるのに便利なんでね、やっぱ持っとく必要がありますね、こいつら。持ってて損ないんでね。こいつら保管しとくと。オッケー、来ました。軍団できました。ハートナイト軍団。できた。おー。なんという素晴らしい光景だ。うん、とりあえずまあ、こいつらを育てていくと。うん、こいつはもう育てるみたいに、こいつ預けておきましょうかね、じゃあもう。こいつ預けて、ちょっとブラウンに一人レベル上げておいたのかな、じゃあ。こいつ意味ないから、ブラウニー様。おー、ブラウニー様。1、2、3、4。オッケー、4タオル。よし、オッケー。まあ、こいつあげたろうかな、じゃあ。よし。あとはこれレベル上げするだけですね。で、あとはもう新細胞して、終わりという感じです。はい、というわけで一旦とりあえずここら辺で終わろうかなと思います。また引き続きやっていこうと思います。そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。